ずっと LINE 出してんのになんかすごいこっち来るんだけどみたいな。うお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 う、やっ、霞水系でちょっと SS 切る。いやーいいね。どうも、日立のシムです。はい、これ今日は SS ギルで霞ヶ浦水系を釣りしたいと思うんですけども、今回はちょっといつもと違って面白いものを SNS で見つけちゃったんですよ。それがインスタグラムの OSP オフィシャルアカウントなんですけども、そちらがなんか3万人の登録フォロワーができたみたいで、ドライブ SS ギルキャンペーンっていうのがやってるんですよ。それを見て、あ、なんだこれみたいなって思ったら、どうやら SS ギルで魚釣ってインスタグラムに投稿すると20名様に OSP アパレルで OSP ルアーで非売品限定アイテムいうのがあったんで、ちょっとねこれはもう SS ギル、もう正直もうすごい得意なんで、ちょっと俺も応募しよっかなみたいな思ってるんですよ。いい魚を釣って応募していいアイテムをもらえればと思いますんで、ちょっと今日は霞水系でちょっと SS ギルだけで魚を狙ってみたいと思います。では早速行ってみましょう。うお、やべ、神キャスト、俺食ってくれ。
うん、マジで、おやべ、全然わかんなかった。うわでけえし、よし、よっしゃー、待て、よっしゃー、いや、がっぷり食いですな。待てね、おっちょ、あぶれー、やったぜ、新場所。いやー、乱眼して見つけたこの新場所、いいね、気持ちいい。一緒に映るように撮影してください。なるほど、オッケー。 SS ギルが一瞬映るように、難しいなこれ。え、どうすりゃいいのこれ。こうでいいのかな。サクッとね、イエーイ。あー、 SS ギルか。 SS ギルが映らない。はい、というわけで SS ギルで新しい場所、嬉しいね。一匹釣れました。ちょっとね、写真撮っていろいろやったんで、すぐちょっと逃がしてあげましょう。ありがとう SS ギル、やり、いや、正直に言いましょう、超手前までライン来てて全然わかんなかった。ずっとライン出してんのに、なんかすごいこっち来るんだけどみたいなっていう感じで釣れました。いやー、これで俺も SS ギルキャンペーン送れるぜ、やり。さあ、追加して何枚でも送っていいらしいですからね、写真は。だから魚いっぱい釣っていっぱい送れば、その分当選確率アップでしょ。欲しいよ俺も。あー、でもやっぱり俺、やっぱ SS ギルは得意だから結構自信があるな、本当に。まあ得意と言いながら、さっき全然当たり分かってなかったですけどね、流しそうめん重宝なんで当たり分かりづらいんですよ本当に。ただでもやっぱりこういう超熱くなったらやっぱ流れあるとこいいっすよね、うん、完全にいいと思う。ティッティッティーリッティーリリリリリッティッティッティー。あ、いい音した、いい音しちゃった。でも実はね、まあ奥もいいんですけど、手前も実はね良かったっていうね。前のギル縛り大会の時にね、手前で食ったんで、これももかに教えてもらったんですけど、前もね、意外といるぞと。ちょっと奥とかね、こういうあのカバーの中、こうやってね、入れがちなんですけど、実はこっちもね、結局は同じ地形なんで、魚いたっていうね。いやー、ももかに気づかされました。奥にも、手前にも、バサいる。で、意外と、俺、SS ギルでね、こう、ライトテキサスで使ってるんですけど、普通になんかね、ジグヘッドワッキーみたいな、そんなノリで結構ね、アクションしてますね、うん、むしろ俺その方が釣れると思う、俺的には。なんかこう普通にもうジグヘッドワッキーを動かしてるかのように動かしちゃう。ポールでも誘えるし、ボトム付近でも誘えるし、と思うんすね。この動かし方、このジュゲットワッキーのように動かす。まあフォールで食ってる時はほとんどですけどね、正直そんなに難しいこといらないワームの類なんで、フォールで食うっちゃうんですけど、フォールで食わないもう一歩の魚はこういうジグヘッドワッキーみたいな感じで動かせば、意外とあっさり口使っちゃうみたいな。
よし、じゃ切った。おお、チパクだよこれ。すっごい。おチパク。食った瞬間走った。食いについたぜ。よっしゃ。よっしゃよっしゃよっしゃ。すげえ。すげえこれ。こいつも息がいいやった。よっしゃ。オッケー。よいしょー、ふいふいやりー、よいしゃー、ほいやりー。これはもう食った瞬間わかったね。食った瞬間がわかった。よし、やっぱね、エセすぎる、釣れる。いやー、いいねー。はい、お疲れ様でした。ちょっと汗だくになっちゃったので着替えました、ね、正真正銘8月の29日、投稿今日終わったんですけど、これでね2匹釣ったんで、2匹釣ったんで当選確率も2倍。これはもう当たるっしょ。まあ1匹はサイズも大きかったんでちょっと期待ですね。これはマジでもうね、公平な審査でやってほしいですよね。やっぱね2匹釣りましたから、2匹。まあ、これね、動画アップしたら、まあ、インスタの方にタグ付けて、応募したいと思うんですけども、まあ今回使った道具としてはアウトレックで作ったオリジナルロッド、ミクスチャーの M68M ですね、にラインが14ポンド、フロールの14ポンドで、今回はね SS ギルでのキャンペーンっていうことだったんで、これアウトレックで買ったゴーストシュリンに今回ライテキ使ったんですけど、あれ、おお、びっくりした。おい、これこれこれ、ペグ止めですね。ペグ止めつけて今回は 3.5g の進化で、フックが流儀のスタンダードの 3-0。 俺はねよくこの組み合わせでね結構使ってます。これがね、てかむしろこれがよう釣れると思ってます。本当はビタミンギル使いたいんですけど、ビタミンギルがちょっとねもうなくなっちゃったんで、どこにも売ってないんで買えないから、まあ、ゴーストシュリンプも霞水系ではまあ定番カラーなんでね、今回はこのセットで OSP のインスタキャンペーンかなの応募するための魚をこちらで取りました。いやもうね皆さん楽しみにしてくださいね。俺マジで応募しますから。というわけで OSP のインスタの SS ギルキャンペーンの魚を釣ってみたでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。